品川、渋谷方面行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The train bound for 品川 and 渋谷 will soon arrive on track number 2. For your safety, please stand behind the yellow line. 高輪ゲートウェイ。次は高輪ゲートウェイ。高輪ゲートウェイ。お出口は右側です。The next is 高輪ゲートウェイ。JY26. The doors on the right side will open.こんにちは、東京新地図コンタッケです。本日も YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。これね、高輪ゲートウェイ、今山手線が外回り電車が到着いたしましたが、今私はこの山手線と京浜東北線の駅、高輪ゲートウェイ駅に来ております。この駅開業したのが2020年の3月です。ですからもう開業して2年と半年ぐらいですかね。2年半ぐらいがもう経っております。ということで、今回の東京新地図は、この高輪ゲートウェイ駅の今ということで、この駅ですとか、この周辺を、散策してみたいと思っております。まだね、この駅の周りまだ何もないです。全然まだね、開発は進んでないというか、進んではいるんだけれども、まだ何もビル等は建っていない状況です。ですから、こう、見回してみても分かる通り、山手線の駅なのに、ホームにも人はまばらなんですね。今は、2022年の9月ですけれども、この高輪ゲートウェイ、先にね、駅だけできたような感じで、2024年の終わりから2025年にかけて、この周り、高輪地区っていうのは再開発が進んでですね、ビルが建ったり、マンションが建ったりして、再開発が進むそうです。だから、ちょっと今からね、ちょっと駅の外に行ってみようと思うけれども、まだ周りには何もないような状態ですね。そんな、高輪ゲートウェイ、本日の東京新地図はこの高輪ゲートウェイ周辺を散策いたします。1番線に山手線が、そして3番線には京浜東北線が、ね、それぞれのホームから出発していきましたが、この高輪ゲートウェイの駅、この床はですね、ちょっと木目調な感じで、まだね、新しい駅ですからね。で、このホームのですね、一番品川寄りね、そこに大きい建物が見えているところが、高輪プリンスホテルですね。これ NTT ドコモの、
ビルかな。その奥がソニーグループの本社かな。でそこには、青い電車、これは常磐線の快速ですかね、土浦まで行く電車です。でもうすぐそこが、あのビルがいっぱい建ってるあたりが、品川駅で、2020年の3月に開業したのが、この品、高輪ゲートウェイ駅ですね。今山手線の、外回りの電車が到着いたしました。でまだねここにクレーンがいっぱい見えてると思いますが、まだねこの辺りはまだ全然ビル建ってなくて、先に駅ができたような感じですよね。2024年の末から2025年くらいにかけてこうビルがいろいろできて、マンションとか複合施設ができるというふうに JR 東日本のプレスリリースには書いてあります。今現在まだ全然何もないような状態ですね。今山手線の外回り電車、品川渋谷方面電車が出発していきました。同じく京浜東北線南行き、あれは蒲田行きって書いてありますね。普段はね横浜の方まで行きますけどね、あれはたまたま蒲田行きと書いてあります、でまだ、今説明した通りまだできたばかりの駅だし、周りに何もないんですよ、建物が。ですからこの高輪ゲートウェイを利用する方もまだそんなにいなくてね、駅のホームも割とガランとしてます。ではこの高輪ゲートウェイのね駅の周りもちょっと、散策してみたいと思います。高輪ゲートウェイ駅の南側の方には階段とエスカレートもあるんですけども、こっちの方はですねまだ使用されてないみたいですね。まあまだね何もこっちの方にも建物もないし、なんかあんまりこの南側っていうのはあまり利用する人がいないからなんでしょうかね。ですから現在高輪ゲートウェイの改札はね北側の方、北側の方にエスカレーターと階段があります。それ1箇所のみです。この南側の階段は今使われておりません。駅はとっても開放的な作りになっていて、ね、この上の2階のデッキからこの下のホームを見渡せるようになってますね。南側に階段とエスカレーターがあって、こっちの北側にも階段とエスカレーターがあります。改札はこっちですね今現在はね、いずれ反対側にもできるのかもしれないけど、じゃあちょっと上の方にも登ってみましょう。本当になんか開放的な駅ですね。すごいホームを見渡せるっていう。今これ山手線の外回り渋谷方面の電車です。
ごく太陽の光もね、ものすごく差し込む、すごく開放的な駅、で下に山手線と、京浜東北線の、線路を見下ろすことができるということです。いや本当になんかとっても気持ちのいい駅で、こっちがガラス張りになっていて、こっちが品川駅の港南口の方です。先ほども申しましたが、 NTT ドコモのビルとソニーグループのビルですね。こっちが車両基地になっていて、いろんな電車が止まってます。赤いのが成田エクスプレスとかさ、手前に青いのが常磐線とか、上の東京ラインとかね、いろんな電車も何本も止まってますね。あっちが海の方ですね。いやー、とっても眺めのいい場所です。後ろにね、バーチャルガイドがあるんです。非接触、手を触れなくても画面が反応するというですね、案内板がありますので、ちょっとやってみたいと思います。ここにインフォメーションもあります。小石川彩さんというそうですね。でこれこの、タッチパネルになってるんだけれども、ここにもあるけれども、画面に触れずに操作できます。なのでちょっとね、手を近づけるだけで反応する。最初ここを押すらしいんですけど、やってみましょう。バーチャルガイド。下の案内ができますよ。もし私の案内が違っていたら、別の聞き方でも質問してみてくださいね。新しい町について、新しい町についてお答えします。国家戦略特別区域計画に認定されている品川開発プロジェクトにおいては、国内外から先進的な企業と人材が集い、多様な交流から新たなビジネス、文化が生まれる町づくりを目指しています。うん、ありがとうと申します。ありがとうございます。これからも皆さんのお役に立てるよう頑張ります自由に弾けるようになっておりますね。いや本当にね、光があらゆるところから入ってくるから、とっても駅が明るい、すごく明るい駅ですね。これは素晴らしいね。そしてこちらは、ここに見えますかね、レインボーブリッジが、今ね、ここに新幹線が通ります。このレインボーブリッジの手前を新幹線が来ました。のぞみですね。上り東京行きの新幹線が今走ってますね。とってもいい眺めですね。
駅のですね、改札のすぐ真ん前にはね、完全無人のコンビニですとか、でその上はスタバになってるんですけども、このスタバもなかなかおしゃれでね、であと半個室のですね、部屋というか、まあ、ブースみたいのもある、スタバになってると。だからちょっとしたお仕事の合間に行くっていうのもありなんですよね。こんなちょっとおしゃれなスタバと無人のコンビニ、ちょっとお茶でも買ってみましょうか。完全無人のコンビニですが、このパスモを使ってね、ちょっとお茶でも買ってみましょうか。無人コンビニはタッチトゥーゴーというコンビニですね。無人コンビニ行きましょうか。入ってみましょう。レジも全部、ね、商品が並んでいて、もちろん店員さんは誰もいません。ビールなんかもありますね。じゃあちょっと喉渇いたんで水。タッチしてください。修正が必要な場合は商品修正ボタンをタッチしてください。画面の左側のオシャレイ方法をタッチしてください。パス。画面の下のリーダーにカードをタッチしてください。ご利用ありがとうございました。はい、はい、ということでタッチトゥーゴー、無人コンビニで、簡単にねお水を買うこともできます。結構大型のビジョンというかさ、横に長い画面と上にもなんかパネルがあってね、花火が映し出されていますけど、面白いね。でその下には山手線が走っているということですね。すごいね。さて、改札の外に出てきました。この改札の上にね、高輪ゲートウェイの看板というかね、駅名が書いたボードがあるんですけども、これ一時期ね開業した時に話題になりましたよね。この、ロゴというかフォントですか、明朝体を使っているということで、なんかちょっと JR らしからぬフォントであるということが一時期話題になりましたね。ゲートウェイのこの明朝体のフォント、
そこに高輪ゲートウェイの改札があって、これちょうど駅のね西口になるんですけども、たくさんクレーンが立ち並んで、やっぱ再開発がね行われてるんでしょうね。ここにももしかしたらビルが建つのかな、なんかこう急ピッチでね、工事が進められております。先ほども申し上げましたけども、一応計画では2024年の終わりから2025年にかけて、この辺りに複合施設ですとかマンションが立ち並ぶという計画でございます。こっちの西側もそうだけど、この後ろ側もねクレーンがたくさん立ち並んで、この辺り一帯が今開発されているということですね。高輪ゲートウェイ駅の西口というか、まあ西口しかないんですけどね、東側は線路なんで、で、まあ、見てお分かりの通りね、見事に駅前は何にもないんですよ。今まだ、工事中なので、駅自体もねこうやってフェンスで覆われていて、駅自体の全体像もまだ見えないような感じ。ずっと向こうの方まで白い、フェンスで覆われていて、工事が進んでいるという状況ですね。何にもないですよ、ね、コンビニはもう駅の中の先ほどの改札の前のコンビニしかないです。後ろ側も全部ずっとフェンスに覆われていて、だからこの後ろ、この駅がここにあって、その真ん前が今ねずっとフェンスで囲われているから、このゲートウェイの駅の西側におそらく大きな、まあ、ビルなりなんなりが建つのかなと思いますね。今2022年の9月ですけれども、先ほど来から申し上げている通り、2024年の終わりから2025年にかけて、この辺りに新たな複合施設だとか、マンションとかっていうのが建つそうなので、そうですね、あとまあ2年か3年ぐらい後に、ここに来たらもしかしたらここにまた大きなビルが、建ってるかもしれないということですね。とりあえずまあこの 1,2 年はまあこんな感じじゃないですか、しばらくはね、本当に何にもないです。開業から2年半経ってますけども、まだまだ開発の途中ですね。こんな感じです。あれあそこに見えるのが虎ノ門の新たなビルかなということですね。はい、で今回の東京新地図はこの高輪ゲートウェイ駅、開業から2年半経った今というのをお届けいたしました。まだねおそらくね名前だけは知っていても実際にこの駅に来たことがないっていう人の方が多いんじゃないですか。見事に何にもないですから ね別に来るなとは言いませんけれども、来てもとにかく何もこの辺りにはまだ何もないということで、そういうことが、お伝えできたんじゃないかと思っております。はい、東京新地図ではですね、いろんな街を訪れて、いろんな街の魅力とか風景景色をお届けするチャンネルです。また次回、どんな街を訪れるか、お楽しみにしてください。しかしまあ本当にね綺麗で開放的な駅でしたね、高輪ゲートウェイ。東京新地図、お相手はコンタッケでした。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。
引っ